はいどうも、ともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、2020年の8月にですね発売されました、MA シャーシのですね、パステルブルーですね、パステルブルーシャーシの、キットをちょっとね買ってきました。で、これね、頑張れくまモンの、キットなんですけども、パッケージはですね、以前出たものと同じなんですけども、シャーシだけがね、中身が、パステルブルーのシャーシが入ってるということでですね、ちょっとね、早速ちょっと開けてみたいと思います。パッケージがね、前回と一緒なのでね、なんかちょっと物足りないんですけども、よいしょ。ですね、おタイヤがこれなんかグリーンの、グリーンタイヤが入ってるって書いてますね。普通のこれ普通のタイヤかな、なんかそんな感じですね。すごい柔らかい感じになってますね。でこちらがですね、レブチューンですね、レブチューンモーターが入ってます。それとまあいつものようにね、スモークボディね、これかっこいいっすよね。ただですね、ちょっと前回も動画アップしたと思うんですけども、プラボディを乗せるとちょっとね、スピードが落ちてしまうというかね、そういう傾向があるので、ちょっとそれは残念なんですけども、まあかっこいいのはかっこいいんですけどね、多分使わないと思います。はい。でですね、こちらですね、何でしたっけ？パステルブルーですね。パステルブルーのシャーシです。すごく、ちょっと硬いかな。ちょっと硬めですね。先日ね、ちょっとお伝えしました、ソフトオレンジかな。ヘキサグナイトブラックスペシャルのですね、ソフトオレンジのシャーシと比べたら、なんかちょっと硬いような感じですね。なかなかいい色なんですけども、個人的にはね、ちょっとこの色は、ライトブルーの方が良かったかな、みたいな感じなんですけども、まあなんか女子受けしそうな、ね、感じの色になってますね。はい。で、まあホイールはいつも前と一緒ですね。で、これ、くまモンの、ね、マスコットとですね、それとね、A パーツなんですけども、こちら見てもらったらですね、旧 A パーツがついてるんですね。ここね、新しいの A パーツってこの部分にですね、ちょっと穴が開いてるんですけども、ここはちょっと詰まってるんで、これ旧 A パーツになると思います。まあこんな感じでしょうか。ステッカーも、前回の、ステッカーと同じですね。前回のキットと違うところといえば、このシャーシの色と、このタイヤの、このグリーンのね、タイヤだけかな。この2点が、違うところやと思います。ちょっとなんかね、この組み合わせがですね、どうなんでしょう、みたいなね。ホイールが黄色でしょ？シャーシがまあ水色っぽい色で、タイヤがグリーンって言ったらなんかちょっとすごい組み合わせになりそうですけども、早速ですね、今回もですね、ちょっと素組みしてみようかなと思います。まあこの間からね、ヘキサゴナイトブラックスペシャルの時もそうでしたけども、素組みする機会が増えてきたので、ちょっと頑張って、組んでみたいと思います。はい、こんな感じでですね、MA シャーシね、素組みが完成しました。このちょっとね、黄色のねホイールにグリーンのタイヤに、何でしたっけ、パステルブルーですかね、パステルブルーのシャーシに、黒の旧 A パーツですね。なんかこの色の組み合わせがですね、いまいちなんかピンとこないんですけども、まあまあいいんじゃないでしょうかね。このね、シャーシなんですけども、程よく硬いですね、これ。強化シャーシではないと思うんですけども、ちょっと硬いですね。結構硬いと思います。
でですね、これでですね、一回くまモンをね、乗せてみるとどうなるのか、ちょっとやってみたいと思います。よいしょ。これですね、ちょっとまあ、両面テープね、もうすでにくまモンの方に貼ってセットしてるんですけども、この出っ張りの部分に乗せるんですね。こんな感じでしょうか。はい、こんな感じね、くまモンを乗せました。それでですね、シャーシじゃなくてボディなんですけども、こんな感じでですね、ステッカー貼ってみましたよ。ここは何もなかったんかな。てっぺんは何もなんかあった方が良さそうですけど、てっぺん何もないんですね。こんな感じで、まあ忠実にですね、説明書通りに忠実にシールも貼ってみました。はい、これで、ボディを止めれば完成ですね。イエイみたいな感じで、はい、完成です。くまモンもバッチリ乗ってます。いや、これは可愛らしいですね。うん、個人的にはこの緑のタイヤだけがちょっと気に入らないところなんですけども、女の子受けするんじゃないでしょうか、これはね。うん、なかなかいい感じです。で、ちょっと外してみようか。ちょっとね、今回も素組みしてですね、まっさらの、モーターなんですけども、それをね、ノーマルモーターを入れてます。で、一回ね、どんな音するのかちょっと回してみたいと思うんですけども、よいしょ。電池 1.3 やったと思いますね、これね。でですね、まっさらの、マシンをですね、使う前っていうのはギアのところにね、グリスを塗らずにね、このまんま、ちょっと抵抗はあるんですけども、モーターと、ピニオンギアとカウンターギアのところもそうですけども、グリスを塗らずにこのまんまちょっとね、回したいと思います。こんな感じですね。グリス塗ってないけど結構静かですね。結構回ってますね、このノーマルモーターね。こんな感じですね。はい、こんな感じでですね、まっさらのキットを組み立てた場合ですね、ギアをなじませるために初めはグリスを塗らずに、もう本当にポン付けの状態で一度30分ぐらいね、ガーッと、まあちょっとうるさい、音はうるさいんですけど、ガーッと回した方がギアが馴染みやすいと言われてますね。で、その後にですね、30分ぐらい回した後にグリスアップを、もう一度ギア周りだけね、グリスアップをしてもらって、そこから走らせてもらったら結構ね、スムーズな走りをすると、まあ基本的な組み立て方ですけども、まあ一般的にそうやって言われてますね。いきなりこうやってね、グリス塗りたくってコース出すよりもね、やっぱりちょっと鳴らし運転、ギアを鳴らしてから、グリスを塗ってもらってですね、走らした方がより一層ね、速く走ると思います。はい、ではね、この状態でですね、一度、家庭用のね、2レーンのコースを使って、走らしてみたいと思います。走行動画、まあ普通に走りましたね。でですね、先ほどはですね、グリスなしで、ちょっとね、
走行させました。でですね、今走行が終わってからですね、グリスアップしてますね。ギア周りね、しっかりグリスアップしました。でそのね、グリスアップした時の音をちょっとね、聞いてもらいましょうかね。先ほどの音とちょっと比較してもらったらいいかなと思います。ちょっと回してみますよ。若干静かになったような感じです。ちょっと画像ではね、動画では分かりにくいかもわからないですけども、若干静かに回るようになったと思います。でですね、今回使いましたグリスは F グリスですね。これですね。あ、反対か。これです。これをちょっと塗ってみましたよ。これね、ミニ四駆 F グリスですね。で、このグリスをね、塗ると走りがどう変わるのかっていうのをね、ちょっと見てもらおうかなと思って、比較動画作ってみましたので、そちらをね、ちょっと見てください。はい、ということでちょっと比較動画をね、作ってみましたけど、どうでしたか？あんまり変化ないなぁと思うかもわからないですけども、しっかりグリスアップした方がですね、ギアの寿命もいいですし、当然モーターの寿命なんかにも関わってきますしね、しっかりね、グリスアップしてください。ただね、グリスアップする前にですね、空の状態で鳴らし運転みたいなことをですね、ちょっと、30分ぐらいでいいので鳴らし運転して、ギアを鳴らしてからグリスアップしてくださいね。はい、最近ですね、VZ シャーシですかね、今年に入って VZ シャーシにですね、タミヤさんが力入れてるような感じなので、 MA シャーシがね、ちょっと忘れられてるような感じになってるんですけども、もうちょっとね、パッケージなんかもね、前回の使い回しとかじゃなくて、ちゃんとこのブルーシャーシのですね、パステルブルーシャーシのですね、パッケージなんか作ってもらえたらよかったかなと思いますよね。こちらね、前回の、パッケージとそのまんまになってますので、ね、こういうところのシャーシの説明なんかでも、やはりこの黒いシャーシになってますし、タイヤも黒いタイヤのまんまですからね、その辺だけちょっともうちょっとね、力入れてやってもらいたかったかなみたいな、このステッカー貼ってるか貼ってないかの差みたいな感じですよね、この見た目はね。はい、ちょっとね、VZ シャーシすごい今勢いでね、新しいキットなんかもどんどん出てきてますけども、うちの番組ではですね、番組じゃないな、うちのチャンネルではですね、 MA 革命チャンネルでは、MA ね、シャーシ専門でやってますんで、 MA シャーシ以外は取り上げませんので、足からずみたいな感じですね。またね、おいおい気が向いたらいろんなシャーシもやってみようかなみたいなのを考えてるんですけども、まだまだね、MA シャーシ専門でやっていこうかなと思ってますんでね。どうぞ皆さん、MA ファンの方ね、どうぞ応援よろしくお願いします。ということでね、今回は、こちらの、レビュー動画みたいな感じになりましたけどね。おすすめのポイントとしたら、やはりこのね、新しいこの新色のシャーシと、それとあんまりね、目立たないと思うんですけども、旧 A パーツですね。それが入ってるので、それが結構いいんちゃうかなと思いますね。なかなか旧 A パーツってなかなか手に入らないと思いますね。で、何がいいんかって言ったら、旧 A パーツの方が、モーターをしっかり固定することができるんですね。
振動を、あのモーターの振動っていうんですかね、それをちょっと抑えることができるみたいなことを、ちょっとね調べたら、そういうことが書いてましたんでね、まあこの機会にですね旧 A パーツをまあまあ入手しておいたらいいんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、次回はねこちらのキットを使いまして、いつものね TTMA に加工してみたいと思いますので、次回動画にね続きますので、また次回もお楽しみくださいね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。くまモンのキットよろしくね。はい、バイバイ。